次のコメントはですね、サユミンさんという方で、53歳、年下の夫50歳です。新婚1年半です。もう夫が求めてこなくなり、寂しくて、キスも初めから好きじゃない夫だから何もないです。こんな関係になるのなら、わざわざ夫婦にならなくてよかったとがっかりします。ただの家政婦のようで、私だけが家事、仕事、毎日忙しく、バカみたいに嫌でも感じてきました。っていうことなんですけど、うん、これについてはどうでしょう。一言。ジョン。55からのハッピーライフ。ちょっと寂しいですよね。女性としてはね、やっぱりね。あまりね、好きじゃないっていうのもあるのかもしれないけれど、キスも初めから好きじゃないって。あまり好きじゃないってことは。でも、最初はあったってことかも。多少はね。まあ、あんまり好きじゃないってことは。もしかしたらさ、この旦那、いじめてやれば M かも。ね。あの、奥さんがさ、ちょっとガラッと変わってさ、ね、ちょっといじめてやったらさ、意外と、ね、ちょっと足パシとかないとさ、縛り上げてさ、ね、うん、あんた何キスもできないって、じゃあ私の足にキスしまないよ、ぐらいの感じで、ダメなさい、ほら、っていうぐらいに、やれたら意外とね、なんかそんな気もしない。いや。自分から行くっていうな。うん、もう自分がね、うん、待ってるんじゃなくて、そうそうそう、せめてサディストになっちゃう。うん。まあ、あと原因が何かあるのかもしれないよね。キスもしない理由がさ、もしかしたら虫歯があるとかさ、あ、そんな、そんなんない。そんな、そんな関係ない。要は、もともと好きじゃないか、まあ、奥さんにも会ってたか、あまりもともと会ってないとか、ね、そういうとこがある。言ったことを考えられるけど、うん、でもいるんだよ、男の中でも、あんまりセックス好きじゃないって、結構、うん、俺の友達でもいるんで、まあそれはね、しょうがないけど、だから話し合うべきだよね、こういうのはね。どういう人欲しい？セックスのこと、うん、もそうだけど、あと最初はあったのになくなるっていうのは、何らかのやっぱり旦那さんの方でも理由があるのかもしれないし、日常生活の不満の答えなのかもしれないし、元々答えが少なかった。キスも初めから好きじゃないんだから、もともとセックスがね、ほとんどないんでしょ。うん、どういう思いで、じゃあ私と結婚したのというようなことを聞いて、やっぱり寂しいってことは彼女はセックスしたいっていうことだから。うん、したいんだったらば、じゃああなたやってくんないよと、私さ、つって、他に男作っていいって。いや、その前に。だからそれだっていいじゃん。例えばそういう人もいるのよ。あえてできなければさ。ね。そんな綺麗事ばっかり言ってしょうもない。要はね、旦那はやってくれないんだ、ね。だからやってくれないんだ。で、自分はしてほしいんだったら、だったら、まあいろいろ話したことじゃないんだったら、うん、まあ夫婦生活は壊したく、家庭を壊したくない子供がいるか分かんないけど。あと、夫の前で、じゃあ自慰行為をしてみせるとかさ、そういうのだっていいじゃん。だからそういうこと自体が好きじゃない人いるのよ。うん、あまり性欲が強くない人って。うん、セックスはもうあんまりもういいですっていう人も結構いる。早くねえかとかね。ちょっと50歳だったら。結構最近多いよ。俺も感じてた。でも、その若さで、まだ30代でしょ、ね。なんでもう女いらないとか言ってるセックス。しかもモテないようなタイプじゃないとかね。それはさ、前の人との、いやいや、だからいろいろあるのよ。人によって。で、そういう、ね、いろんな人がいるわけ。で、結構、強く俺が感じてたのは、若いやつであんまりそこに行かない。多いんだ。え、俺らの若い時だいぶ違うな。いう感覚は全体的に感じてました。で、装飾系って言うけど、それ本当だなと。それより自分がやりたいことをやってたい。そっちの方が強いんですよね。だから、興味がないんだったらないでいいけれど、でも私はしたいから、ね、じゃあそこだけ割り切って、うん、ね、そういうセックスフレンド作るけど、いいんだよ。ぐらいで言ってみればいいじゃん。それで別れるって別れるじゃん。まあ多分だけど、この女性は旦那さんとセックスがしたいなと思いますよ。やっぱりせっかく結婚して、まだ新婚1年半だから。その辺のことをちゃんとね、話して、どういう解決策があるのか、本音で話さないと、ダメだと思いますよ。うん。更年期障害、男性の。それに入ってるのかな。あ、夫50歳でしょ、うん、50歳だとね、結構もういいって言ったやつが結構多い。その何、身体的に不可能なのかも、ED なのかもしれないしね。もしかしたら。もうね、したいって気持ちが起こってこないとか、ね、言ってるやついたから。うん、だからそう、まあ、いわゆる健康じゃないんですよ。うん、だけど、まあ、
それならそれで話し合ってもいい大人だから大人二人ともね。だから奥さんがしたいんだったら、うん、したいってだけだったら、うん、あの人とやるっても必要だし、あと二人でいろいろ工夫してみる。うん、だんだんしたくないんだったら、じゃあ私を行かせて、うん、いうふうに、ね、いろんな道具もあるし、ね、別にあの抱き合うだけがセックスじゃないんで、うん、そういうことを話して、会ってみればいいじゃないですか。恥ずかしいでしょうけど、そういうことを話さないと、このままだと、どん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 。もう夫婦だからね、そういうこと話せないとね、何でも話し合えるのが夫婦だと思うので、まあ、寂しいとか、がっかりしたっていうところまで来てるんだったら、やっぱりその気持ちを感情的にならずに話してみるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、いろいろと試してみてください。はい。っていうことでした。で、次なんですけれども、愛子さんという方で、考えさせられますね。今、53歳、レス歴15年ぐらい。きっかけは犬を飼ったからかな。私と寝るし、それと旦那が出張ばっかりだから、今は月に1回帰ってくればいい方です。嫌いじゃないけど、いや、あいつは浮気の常習犯だし、許して一緒にいるけど、やりたくない。やりたくなければやらなきゃいいんじゃないですか。うん、私が思ったのは、やりたくないって言ってる限りは、やっぱ許してないんだと思いますね。やっぱ心のどこかで許せてないから、セックスしたくないんだなと思うので、日常生活の不満がセックスに出るから、日常でなんかちっちゃいことでも、なんかちょっと腑に落ちない点とかがあったら、やっぱりやりたくないって思っちゃうでしょ？やりたくないと思ってる女は。女でも、うん、旦那に旦那が、あね、うん、この旦那は、俺から言わせれば、下手くそですよ。だってさ、うん、そんなこと、浮気がバレたりしてるってこと自体まず下手くそだし、で、浮気するなら、それ以上に奥さんを愛してあげないとダメですよ、うん。男だからね、浮気したい気持ちもわかります。だけど、それバレちゃいけないし、肉体関係なんかすぐ終わるの。まあ、心が言ってなければ。別れないってことは奥さん愛してるわけだから。ね、奥さんへの愛は薄くなっちゃダメです。俺はその、男性的な勝手な意見だとね。勝手よね、男って。そう、勝手なんですよ。まあ、これは女性からの質問なんで、まあ、この旦那、まあ、浮気癖のある人、しかもこれ何回もバレてるっぽいから、まあ、治りません。はっきり言って、うん、だからもうここらで見下り判を下すか許してないんだよね最終的に。そう。で許せないんだったら、うん、もうやらないと思うよ。許してあげてくれないって。許せないんだったら別れた方がいいんじゃない？さっさと。ねだってレス歴15年って書いてあるから。15年も許せないってもしだったら、なんでそこまで一緒にいるのかと。まあ経済的なこともあるのかもしれないしね。まあ、離婚したくないんでしょうね。でも、月に一回帰ってくればいい方ですって。いや、別に一緒にいることだけの結婚生活ではないんで、そういうので、うまくいってる感じの夫婦もいますよ。まあ、そう思う人もいるけど、その場合はお互いが承諾しないとダメ。愛子さんのところも、それなりの解決方法はあると思う。僕が今思うのは多分、まあ、これはちょっと話し合わないと。もうすでにちょっと、別居状態みたいな話なんだけど。うん続ける気があるのか、それとも愛子さん自身がこの人とやっていきたい、このまま暮らしていくのか、うん、そのうちも男もね、53歳、この方が53歳、もうちょっと上かな、旦那も同じぐらいかね、そうでしょ？それなると、そうそう男も元気にいられなくなる。うん、もう多分だけど、この愛子さんっていうのは、レス歴15年って数えてるぐらいだから、やっぱ気にしてると思うんですよね。要は俺これは分かんないんだけど、愛子さんはしたいのかな？旦那じゃなくてもセックスはしたいのかな？やっぱりしたくないってわけじゃないし、できればしたいんじゃないのかなと思うのにね。女として扱われたいって気持ちはあると思うよ。うん、だけど、今の旦那さんはやっぱり許せないから、で、帰ってこないんだしさ、怒ってるわけよ。多分、彼女は。だからやりたくないって思うんじゃないかな。じゃあ一回話して、ね。それでもう、決定するようだったら、うん、まあ、この年だし、うん、結構考えてもいいんじゃない？本当に別居とかさ。だから本当は犬にこうやってるんじゃなくて、旦那さんにこうやってる。そうそうそう。よくあるパターンよね。ねえ。旦那が
可愛がってくれないから、で犬に愛情を注ぐ。犬は、で、言うこと忠実だから、ね。忠実だからね。でもそれで旦那さんの方も、俺は何ってなっちゃったのかもね、寂しくて。寂しくてってのはね、この考え方はちょっと違う。違う？だんだんもう、じゃあいいよになる。女性が。めんどくさくなる。大体。あ、もう何、ね、そっち行って、ね、なんとかだって、ね、やろうとしてもさ、ね、あんって来てさ、来たらさ、なんだよこいつって。なるじゃん。で、マイク、だったら寝るときは、ね、あっちの部屋でやってるから、ああ、なる、うるせえとかさ。ね。そういうふうになってくれば集中できねえしとかね。そういうこともあるのかもしれないんで、やっぱちゃんと、もう15年経っちゃってるんで、ちょっとどうだろう、今後のあれを考えてもいいんじゃないですか。このままこの方と、なあなあで、行くのか。このままの今の状態で死を迎えるのか。それとも、ね、話し合って、なんかこう解決策を見つけていくのか。ね、人生は一度きりですからね。それとももうさっさと別れて、もう一応役目はもう私たち終わったよね、と。ね。でもう、じゃあこれからまた別々の人生を歩きましょう、と。やっていくのか。それは、あなた次第です。ありがとうございました。ということで、今日の質問コーナーはこれまでにしたいと思います。皆さん、これからも何か質問などあれば、コメント欄にお寄せください。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、冗談で結構偏って意見が多いですけど、まあ、僕は僕の思った通り言ってるだけなんで、それは、ね。まあ、やばいところは編集カット。そこはそこで、っていうのは一つの僕の意見でしかないので、参考にする方はしてください。そうですね。文句がある方は文句。はい。それで、ジョーさん、今日のモノマネなんですけれども、はい、私たちは今年の登録者数5000人達成を目指して頑張っております。ね。はい、皆さん登録、こちらの方でしてくださいね。ということなんですけど、今日のモノマネは何ですか？久しぶりですね。じゃあ、プーチン。プーチン知らねえよ。うん、聞こえましたね。何それ？あ、すげえ見たしてる。うん、うん、うん、うん。最近鍛えてないから。ということでした。それでは、皆さんまた次回お楽しみに。バイ。